んにちは。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。今日はお休みなので海に来ています。帽子は私の本命星六白金星のラッキーアイテムなんですよ。今日は黒板がないので、ちょっと私のこの夫婦のお店カウンセラーということのお話をしたいと思います。勉強を始めて、いろんなことが分かるようになって、困った人に教えてあげたいな、カウンセラーになって教えてあげたいなって思った時に、私にできること何かなって考えたら、私はずっと夫婦で自営業で写真館をやっているので、その経験がきっとお役に立つんじゃないかなって思ったんです。例えば私の場合ですが、撮影中に主人が何か私に指示します。その時に実はすごくイラッとするんですけど、お客さんの前なのでニコッとしてその場をやり過ごすんですが、そのすごくイラッとした言葉が原因で、お客さんがいなくなった後に喧嘩して、もう本当に腹が立つから、もう明日から仕事なんかしないって思うんだけど、仕事をしなかったら困るのは、一番困るのは自分なんですね。主人を困らせてあげようと思って、明日は仕事しないって思うんだけど、お客さんがいるのに出てこない奥さんっていうことで、まああまりお店としてもいい形じゃないし、一番損をするのは自分ですよね。だから行き場がなくって、その腹を立った自分の行き場もなくって、それでいて子供もわんぱくで大変だったし、食事の支度とか、まあたくさんやることがあって、本当になんていうか辛かった時期があります。その時に誰かに聞いてもらえたら少しは気が楽になったのにな、なんて思うんですが、その誰かの役を私ができればなって思って、夫婦のお店カウンセラーというのをやることにしました。ご夫婦特有の、ご夫婦で仕事している方たち特有の悩みっていうのがあると思います。話して楽になるんだったら、私でお役に立てることがあると思いますので、ぜひ来てください。星を見てその人の適性とか、またお子さんが跡継ぎになるのには向いているかとか、そんなことも見ていけると思います。そんな感じで夫婦のお店カウンセラーという名前を名乗っています。どうぞよろしくお願いします。明日は、また鑑定を黒板でやりたいと思います。よかったらまた見てください。ごきげんよう。